吉沢ひとみの事件でもね、たくさん出てました。33がね、マーキングされてましたね。今回もこの33が出てきてますね。あ、この人ですね。この人が、清野かな、清野巡査長ですかね。若いですよね、33歳。どっか海外でも行かれるんですかね。海外出張ですかね、海外研修ですかね、しばらくの間ねえ、それか北朝鮮行くのか、あ、どこか分かりませんけども、どこに行くのかね、ヨーロッパ行くのか、アメリカ行くのか、どこかでね、研修 されるんでしょう。海外出張でしょう、ね、変装してね。これ交番なんですか、これ。この前のね、富山交番ね、富山の奥田交番、発砲事件と一緒ですね。ブルーシートこんなね、覆い隠してますけども、何が見られたくないんでしょう、こんなにね。別に見せてもいいと思いませんか。ここまでガードする必要あるでしょうか。血が一滴も流れてないんじゃないでしょうかね。またね、こういうふうにピラミッドの形をしてますね。なぜかといえばね、フリーメイソンリーだからですよね。ピラミッドの形してます。なんでこういう形するんでしょう。でね、これ特ダネだったかな、なんかそういう番組の、あ、特ダネって書いてますね、これね、からの画像ですけどもね、これ見てくださいね。こうやってピラミッドをね、わざわざ写すんです、こうやってね。近隣のね、映像ですけども、ここをよく撮ってましたね。これが見せたいんですよね。やらせですよっていうことをね、ピラミッドで教えてるわけです。あとね、このデイブ・スペクター、この人毎日出てるんですが、ちょっと分かりませんけどもね、この人が出てきてましたね。このデイブ・スペクターね、昔から怪しいと言われてますね。怪しい人と言われてますね。そしてこの吉川雄二ですね、元警視庁の人ね。あ、こう書いてる、警視庁刑事って書いてます。もうこの人が出てきたらね、ほとんどやらせですね。分かりやすいですね。このテロップね、見たってね、全部インチキですから意味がありません。数字見るだけでいいですね。これデーブ・スペクターね、デーブ・スペクター、この人も33ですね。数比で調べるとね、33になります、合計数ね。ここに書いてますね。これカルディアンだったかな。あ、これピタゴラスですね。175-3269ですね、うん。上の方に来てるのがね、あの E と O のやつが上の方に来てますね。これね、なんでしょう。これ母音になるやつだったかな、これ。なんだったっけかな、これ。母音になるやつが確か上に来るんじゃなかったっけな。まあとにかくですね、この33がマーキングされてます。いつも出てるのかどうかは分かりませんけども、このデイブ・スペクターね、もうこの人も33でね、マーキングされてるわけです。ね、デイブ・スペクター。33歳ですね。怪しい人ですよね、この人ね。 CIA でしょ、どうせ。これは吉川雄二言いましたね。この人です、吉川雄二ね。この人が出てきたらね、今防犯コンサルタントとかやってますけどもね、吉川雄二、元警視庁警察官
埼玉県出身、薬物担当刑事、少年担当刑事、防犯コンサルタント、コメンテーターをオールアウト所属ってやってますね。警察に関わるすべての中でも特に薬物問題、少年問題、無線警ら者常務、留置所勤務、選挙違反取締本部に従事、特別捜査本部に従事、交通警察に従事と、あとはねウィキペディアみたいなの載ってるでしょうけどね。あ、これいいですね。選挙違反取締本部に従事。あ、この人たち不正選挙にもね、関わってるんですね。選挙というのはインチキですから ね仮想現実ですよ、あれね、本当ね。嘘現実というんでしょうかね、作り上げられたね、幻想ですよね、あの選挙っていうのはね、もうすでに決まってますからね、裏の方で決まってますから、話はね、全部選挙で決まろうがね、全部上の指示に従うわけですから。あ、これちょっとちなみにこの33ね、前のやつが出てきました。この目黒のね、目黒の、船戸ゆあちゃんの件ね、虐待死の件ですね。これね、3月3日に、逮捕されてます。船戸雄大でしたね。この人33歳でしたね。皆さん騙されてるかもしれませんけどもね、船戸雄大ね、覚えてますか？これ33歳でしたね。ゆあちゃんね、死んでなんかいませんね。船戸雄大容疑者33歳ね。ミッキーマウスもそうでした。ミッキーマウスのコードはね、33ですからね。この耳の形とおでこの形で33、それからこのミッキーマウスね、 MM ですよね。 MM っていうのはね、この左っ側ありますけども、こういうふうにね横にすると33になりますから。ミニーマウスもそうですよね。まあ、ミッキーマウスもよく登場します。まあ、こういうことですね。フリーメイソンリー33ですね。逆三角形してますけど、まあ、三角形でもありますね。王道アブカオね、混沌からの秩序、ラテン語かなんかですね。英語でね、オーダーアウトオブケイオスですよね。王道アブカオだったと思います、ラテン語でね。あ、これもそうですね。 KKK ね、白人至上主義団体とかなんか言ってね、これも、創設者はアルバート・パイクでしたかね。フリーメイソンリーの人ですよ ね。 K はね、11番目になりますかってね、11番目になりますね。 ABC から数えるとね、で11になりますから、でこれ足せばね33になりますね。 CNN もそうです。 CNN もね、3、これ33に一番下が C になってますよね。これ横向きにするとね、 C は ABC で3ですから、まあ、333になるんですよね。これでね、33も入ってるけど333 にもなるわけですね、これね、向きを変えるとね。警察ね、あ、ちょっと今これしかないけど、まあ、アメリカの方ですけどね、これミシガンですか、ミシガン、州警察でしょうかね、なんて言うんでしょう、ステイトポリースって書いてますけど、これねフリメイソニーのね、この定規とコンパスが
マーキングされてますね。この柱までね、日本の柱まで、フリーメイソンリーのシンボルを取ってますね。こういう感じでね、警察っていうのはねフリーメイソンリーなんですよ ね、 ね、なんか目的があればね、こういう風にアジェンダがあればね、混乱を起こして、先ほどのねオーラアラブケオスなんですけどもね、混乱からの秩序なんですよね。こういうふうに混乱を起こしといてね、後で、まあ新秩序ね、自分たちに都合のいい、秩序を作っていくわけですね。要は法改正とかね、そういうルール作りをやっていくわけですね。最近はこの何ですか、刃物ではなくてね、なんかマシンガンってこれ書いてたかなとかね、拳銃とか出てきますけどもね、打ち合いみたいなことをね、派手なことをね、派手なやらせを、注目を集めるためでしょうかね、派手な事件、やらせ事件をやってますけどもね、これもね、もしかしたらそのもう少し、警察もね、何ですか、重武装っていうのかな、ね、装備をもう少しね、良くした方がいいと、もうちょっとあのショットガン持ったりとかね、そうした方がいいんじゃないかとかね、重装備になってくるんじゃないでしょうかね。まああとは監視カメラでしょうね、やっぱね、監視カメラのアジェンダが入ってると思います。そんなところでしょうかね。あ、まあいろいろこういうふうにね、サンジさんマーキングされてます。吉沢ひとみの件もね、まだちょっと、ちょっと調べてますけどもね、あれも、33、相当マーキングされてましたね、相当数ね、これでもかっていうぐらい33がマーキングされてましたね。私の動画見たらね、とかこのラッシャンペイズっているんですけど、この人あのアメリカ人の人なんですけどもね、ここにはちょっと今画像ないんですけども、YouTube チャンネルでね、僕はあの高評価やってますけどもね、この人のね、YouTube チャンネル登録しとくといいです。するとね、いかに世の中でね33っていう数字がマーキングされてるかっていうのが分かりますからね、びっくりするぐらいねマーキングされてますね、いやらしいほどね。この人たち病気じゃないのかっていうぐらいね、33をマーキングしてますわね。私たちが気づかないだけですね、普段ね。33のマーキングは、ちょっと待ってください、いろんなところでマーキングされても、あ、これあれか、決定的瞬間、これ前の動画のやつ、ちょっと待ってくださいね。こういう名前とか年齢、日付、地名、色、ナンバープレート、服のデザインとかね、ニュースの配信時間、動画の長さ、身につけるアクセサリーとか、まあ、キャラクターですよね、登場するキャラクターアイテム、物語のねキーワード、そういうのにねサインとシンボルが、出てきます、フリーメイソンリーのね。そんな感じですね。まあ、数字です、数字をねよく見てくださいね。数字を見ることによってね、一発で分かりますから、どっかにマーキングされてますね。これ暗号を出してるわけですね。同じ仲間に、これはやらせですよっていうのをね、暗号を出してるわけです。それからね、僕たちみたい、あの、僕みたいな、僕みたいな、あの、こういうふうにね、数字を指摘する人間をね、馬鹿にする、そういう目的もありますね。